皆さん、こんにちは。私は創造技術コースでコース委員長をしております村越と申します。これから創造技術コースのカリキュラムについてご説明いたします。創造技術コースというのはちょっと名前としては分かりづらいところがあるかもしれませんけれども、感性と機能の統合デザイナーとしてイノベーションをもたらすものづくりアーキテクトと。まあ、これ造語でありますけれども、ものづくりアーキテクトというのを育成するというコースになっております。まあ、2020年度からですけれども、まあ、従来からありました情報アーキテクチャ専攻、それから、創造技術専攻というのを、まあ、一つにまとめまして、産業技術専攻というものにしまして、その中に3つのコース、事業設計コース、それから情報アーキテクチャコース、創造技術コースというふうに、3つのコースとして、運営されております。その中の、まあ、この部分になります、創造技術コースのカリキュラムについてのご説明というふうに見ていただければいいかと思います。で、まあ、カリキュラムの概要なんですけれども、まあ、ものづくりアーキテクトに、必要とされる知識、スキルというのを、まあ、1年次に、学習していただくと。で、これは、まあ、教室での授業を受けるという、座学で、知識、スキルというのを学習していただき、2年次になりましてからは、PBL、プロジェクトベースドラーニングという手法を用いて、プロジェクトを推進しながら、実際の業務遂行能力であるとか、もしくはコンピテンシーというふうに呼んでいる部分でありますけれども、実際に知識、スキルというのを使う力、もしくは、まあ、それを要するにそれらを含めて、業務遂行能力というところで、コンピテンシーを学習するというような、カリキュラムになっております。で、まあ、カリキュラム体系として、まあ、全体書いてありますけれども、まあ、基礎科目群であるとか、あと、まあ、プロダクトイノベーション科目群、デジタル技術科目群というのがありますけれども、こちら右側の方は、機能デザイン分野と書いてありますけれども、こちらの方が、要するにエンジニアリングにあたる部分になります。で、一方、左側の部分が、インダストリアルデザイン科目群というふうに書いてありますけども、こちらが、まあ、感性デザイン分野ということで、デザイナー、まあ、デザインというのを教えている科目群になります。まあ、このような科目群がありまして、まあ、実際に、入学時点、これ入学から、まあ、次の人材像を目指すというような格好の終了というところも、下から上に書いてあるわけなんですけれども、それぞれのバックグラウンドで、例えばエンジニアの方が入ってくるというようなところは、まあ、こちら側からという話になるし、デザインを主に仕事とされている方はこちらからというような話になります。で、これ別々になんか書いてありますけれども、どのような学び方をしていただいても結構でして、まあ、エンジニアとして入られた方が、まあ、デザイン系の授業科目を取って、最終的に、まあ、PBL、まあ、イノベーションデザイン特別研修というのは、先ほどまで言ってました、PBL という手法でやっている授業の、まあ、名称でありまして、まあ、こちらを取って修了していくということになります。で、まあ、こちら、データサイエンスモデル、AI データサイエンスモデル、それから開発設計モデル、グローバルシステムエンジニアリングモデル、インダストリアルデザインモデルというのが書いてありますけども、こちらにつきましては、まあ、中に入ってからどんな学習をしてどんなところをやっていけばいいんだよというような、ガイドラインだというふうに見ていただければいいんだというふうに考えます。ですから、まあ、目指す人材像、例えば、次のページに行きますけれども、インダストリアルデザインモデルという学習モデルを取れば、まあ、将来的にはデザインエンジニアであるとか、UX デザイナー、マーケッターなんていうようなところ、
の人材像を想定していると。だからこういう分野の、に、職業に就きたいと。まあ、職業に転職したいというような方であれば、インダストリアルデザインモデルというところに書いてある学習をすればいい。要するにそのモデルに沿った学習をすればいいということで。で、まあ、上からずっと見ていきますけれども、開発設計モデルであれば、将来は、まあ、開発設計のエンジニアであるとか、まあ、コード専門技術者というところになるかと思いますけれども、そういうところを目指す方は、開発設計モデル。それから、AI エンジニア、AI デザイナー、データサイエンティスト、IoT アーキテクトなどを想定している場合には AI データサイエンスモデル。それから開発援助関連の国際機関であるとか NPO 研究所の職員であるというようなところとか、まあ、アジア等における、企業家、実務家というのを目指しているのであれば、グローバルエンジニアリングモデルというモデルに沿って学習していただければいい。要するに、前のページで、どこから入ってきて、どの学習をしてもいいよというふうに言いましたけれども、そちらに対して、まあ、ある程度ガイドをするというものが、こちらの履修モデルということになります。で、実際に、この中で、学習できる、まあ、知識であるとかスキルというのをまとめてみました。要するにこちらが縦に書いてあるのは、創造技術コースで、提供している授業科目の中で、得られる知識、それからスキルっていうのをまとめたものであり、上の段に書いてあります、それぞれのモデルでは、どのあたりの知識、スキルを学習すればいいんだと。いうところが分かるような表になっております。まあ、こういう感じですね。例えば、開発設計モデルであれば、プロダクトイノベーションの科目群の中から、授業科目を多く取っていただければというような格好になるかと思います。で、まあ、これは、知識がこういうふうにということでしたけれども、実際に授業科目で見ていくと、まあ、こういうような授業科目になります。で、終了に必要な、単位数が40単位であり、PBL、要するにイノベーションデザイン特別演習が、12単位ありますので、まあ、1年次、まあ、に、まあ、これらの、まあ、推奨科目群の中から自分で選んでいただいて、28単位を取れば、ということになります。で、こちらにつきましては、あくまでも推奨受講科目ということになっておりまして、それぞれ皆さん、バックグラウンドは違いますから、このモデルにぴったりで取る必要はなく、初めのところでも言いましたように、エンジニアの方がデザインのことを学びたいというようなことであれば、まあ、このあたりと、デザインの中で推奨された科目をミックスに取っていただくというような話にもなるかと思います。まあ、そういうようなところで、まあ、モデルっていうのは、一応、人材像、将来の人材像を想定して、このような授業科目を取れば、というところの推奨であって、自分たちで、お考えになっていただいて、まあ、一番いい組み合わせを取って28歳にしていただければというふうに考えます。で、PBL なんですけども、PBL の方では、業務遂行能力、それからコンピテンシーなんていうふうに言っておりましたけれども、創造技術コースで、想定している、まあ、獲得できる、コンピテンシーとしては、こちらになっておりまして、まずメタコンピテンシーなんですけれども、こちらは、専攻、要するに本学の全部のコースで共通として設けられているもので、まあ、コミュニケーション能力。それから、継続的学習と研究の能力。でそれから、まあ、チーム活動という、この3つのものがメタコンピテンシーとして挙げられております。それから次に、コアコンピテンシーって書いてありますけれども、こちらは、創造技術コース独自のものでありまして、発想力、表現力、設計力、開発力、それから分析力という5つのものが挙げられております。
だからこれは、イノベーションデザイン特別演習、その PBL というのを、要するにプロジェクトを回しながら、1年時に受講していただいた、講義の中から得た知識、スキルを使って、コンピテンシーを、これらのコンピテンシーを、獲得していただければというようなことになっておりますので、ことです。そのようなことで、これで12単位の、28単位と、講義の28単位と、この PBL の12単位で40単位というところで終了ということになります。最後になりますけれども、アドミッションポリシーとしては、こちら3つのものが挙げられてまして、ぜひ、このような方、要するに自分はこのような方、この技術の中に当てはまるという方は、ぜひ、創造技術コースへのご入学をご検討いただけると嬉しいというふうに考えております。はい、以上で、創造技術コースのカリキュラムの説明を終わります。